どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。岡林勇樹選手7月月間 MVP 獲得おめでとうございます。いやー嬉しいね。今のドラゴンズってね、ちょっとなかなかいい話題がないじゃん。順位もね、相変わらず最下位なんですよね。でもね、ここに来て明るい話題が来てね、私はもう本当に嬉しいんですよね。ちなみに岡林選手のですね、7月の成績はですね、トップの打率3割8分2厘34安打です。本塁打0度の選出は2014年6月の広島菊池選手以来ですね。そして無安打に終わった試合はわずか1試合のみでした。岡林選手、一流選手への階段をね、順調に今登っていると私は思っていますね。いやー嬉しいよね。まあ、このままね、今シーズンは1番センター岡林ね、怪我をせずにね、1シーズン乗り切ってほしいと思いますね。で、私ね、自分なりに、ちょっと分析をしました。なぜ岡林選手がね、7月は3割8分2厘34本のヒットを打ったかね、これを考えてみました。岡林選手は左バッターなんですよね。で、左バッターって言ったらね、やっぱ左ピッチャーがね、打ちづらいんですよね。でもね、岡林選手の今の打率はですね、右バッター相手だったら打率は3割3分0厘。左バッター相手だったら2割7分4厘なんですよね。まあ、右に比べればね、確かに左はね、打率は下がっています。でもね、2割7分4厘をね、左バッターでマークするってね、これとてつもなくね、技術がある証拠だと私は思っています。左バッター相手でも苦にすることなくヒットを打ったからね、7月の月間 MVP を獲得したと私は思っています。またね、岡林選手はですね、得点圏打率もね、今高いんですよね。得点圏打率はですね、3割3分9厘ですね。これびっくりだよね。俺1番バッターだからそんなに得点圏打率はね、高くないのかなと思ったんだけどね、得点圏にともね、ちゃんとヒットを打ってね、まあクリーンアップにつなげるっていうバッティングができている証拠ですね。そしてね、岡林選手、ここまでね、まあ、バッティングが好調だとね、正直言うと3番に置くのはありかなってちょっと思ったりもするんですけれどもね、やっぱりね、岡林選手はね、1番センターを今シーズンずっと守ってほしいと思いますね。まあ、岡林選手はね、まあ、そんなにね、長打がないんですよね。で、足も速いからさ、やっぱり1番、まあ、もしくはね、2番に座らしてね、相手のピッチャーにね、プレッシャーをかけた方がね、岡林選手のね、長所が生きると私は思っています。そして、ここまで岡林選手が好調だとね、ドラフト会議にもね、やはり少しはね、影響しますよね。岡林選手は確かまだ21歳かな。そして、左打ち外野手。こうなるとね、まあ、左打ちの外野手のね、選手はね、まあ、しばらくは取らなくていいのかなって思いますね。ドラフト会議ではね、まあ、取ってもいいんだけど、取るんだったらね、まあ、左打ちの外野の高校生になりますよね。大卒もしくはね、大学から社会人卒の24歳25歳のね、まあ左バッターの選手は獲得しなくてもいいかなって私は思っていますね。で、私が思うにですね、外野の左打ちを獲得するんだったら、今ドラゴンズはね、投手が弱いから投手中心のドラフトをした方がいいと思います。岡林選手、8月もね、じゃんじゃんヒットを打ってください。そしてドラゴンズね、なんとか最下位を抜けてほしいと思いますね。